聞こうか。最悪の懺悔。懺悔を。もう暇の。懺悔。なんかある？これ個人的な懺悔でいいかな。あのこれ申し訳ないな。あのクザになんだけど、うん、そう、前あの独自音社で、あの収録で元気さんとかリハーサルかなんか行った、違う歌のね収録かな、なんかしに行った時に、ヒロが唐揚げくん食べてたんだよ。でクザが唐揚げくん美味しそうだなって言ってて、ヒマが揚げたやんね。もらったかも。そう揚げたやつ、あ落としたやつ。ごめん。俺美味しいとか言って食ってたのほんマジで言ってる。悪いやつこのデブ言っただから、その後になんかいつもだったらうまいとか言うのに、これお腹空いてたんだよなって言ったから、心があちゃんと罪悪感感じてた。そう罪悪感感じて今まで隠してた。最低やったな。大丈夫、ちょっと落としただけだから。ちょっと落とすも落としたに変わりはないんだよ。いやすぐ取ったから大丈夫。取ったって3秒レール。取ったってことは何かついたって言われて、何かついてはいたんだ。あっと思って。どう